赤坂、東京都、港区。赤坂は、東京都港区の町名、または地区。東京都港区のうち、旧赤坂区の範囲にあたる、赤坂総合支所、赤坂4-18-13、郵便番号10、107-8516の管轄下になる区域を、赤坂地区と呼ぶ。赤坂一丁目から九丁目、北青山一丁目の三丁目、南青山一丁目の七丁目。 元赤坂一丁目、二丁目が属する。地名の由来は、木の国坂と赤土が多い土壌に、幾多の坂があることの二説ある。この、赤坂の地は古くは、赤根坂と呼ばれていた。その名の通り赤根が群生していたとされている。1567年に一継ぎ村が開拓される。江戸時代に、現在の元赤坂付近に、町や、 武家屋敷が作られたのを皮切りに次第に主外化してゆく。明治時代に入り、1878年の軍区町村編成法により、この地区は東京十五区の一つ、赤坂区の一部となった港区の前身。その範囲はむね港区の北西部。今日、赤坂あるいは青山を町名に含む地区。かつて多くの大名屋敷や、 旗本屋敷が存在した高台の地域は、管理や軍人、ブルジョワ家庭からなる、都心部有数の邸宅街へと発展。それらの地域以外は、庶民の住宅街、個人商店、高級料亭、旅館などが密接していった。昭和三十年代初頭から昭和五十五年頃までの赤坂は、銀座と並ぶ高級な繁華街として、映画を極め、高級料亭、キャバレー、 ナイトクラブ、ゴー,ゴークラブなどが多く集まっていた。欧米諸国の企業及び大使館の駐在員や、同じく欧米諸国のスチュワーデスが乗宿していた、高級ホテルが資金だったこと、そして当時の東京都周辺には、米軍住宅が多かったこと、さらに1ドル360から310円だった、ことも相まって外堀通りを挟んだ、長田町2丁目を含め、レストランシアターのかど、 ナイトクラブのコッパカバーナ、ニューラテンクオーター、中華料理の産農飯店、ロシア料理のマノス、ゴーゴークラブの無限、ビブロスなどには外国人客が多かった。また、アマンドやトップスサクソンには TBS やレコード会社に出入りする芸能人、ファッションモデル、文化人などが多く、街は華やかさを呈していた。現行行政地名は、 赤坂1丁目から赤坂9丁目。郵便番号は107-0052。赤坂地区の東端に位置し、千代田区、霞ヶ関、長田町との草刈にあたる。赤坂駅前には TBS の本社があり、全国的に知名度も高い。赤坂三つ家駅周辺は骨董品店やホテルなどが多い。年には住居表示が実施され。 赤坂一丁目から赤坂九丁目、元赤坂一丁目、元赤坂二丁目が成立し、1967年には赤坂青井町が虎ノ門二丁目となった。住居表示上、赤坂とつく町名である、元赤坂一丁目、元赤坂二丁目と赤坂一丁目から赤坂九丁目は、1966年の住居表示実施により誕生した。これにより、 この地に古くから続いていた町名が失われることになった。現在、赤坂とつく町域を構成していた旧町名、港区発足直前の町名を以下にすべて挙げる。なお、港区が誕生した1947年、旧赤坂区の町名にはすべて赤坂を関する町名へ変更が行われた。例、一月つき町赤坂一月つき町。 青山ゴ田原町赤坂青山ゴ田原町など、元赤坂町など一部例外あり、この赤坂を関する町名以下の括弧内の町名は住居表示実施まで続いた。ため池は江戸城外堀の一部を構成していた。もともと水の湧くところであり、包みを作り水を溜めるようにしたためこの名がある。その形から別名表探知とも呼ばれた。神田浄水。 玉川浄水が整備されるまではこのため池の水を浄水として利用していた。包みに印のえのきを植えたため、現在赤坂ツインタワーから中日アメリカ合衆国大使館に登る坂道は、えのき坂と呼ばれる。宝永年間より断続的に埋め立てられた。明治21年に完全に埋め立てられて、ため池城となった。 昭和初期から昭和40年代にかけてはこの周辺に輸入会社の販売店が集積するようになり、自動車街と呼ばれるようになった。ため池交差点から3大下までだけでも日本自動車、フィアット、アウディ、アメリカンモーターズ、三和自動車、パッカード、ポルシェ、東方モーターズ、オペル、オールズモビル、日英自動車、MG やポンティアック、安全自動車、ダッジ、 国際自動車商事、ランチや、発掘自動車、クライスラーなどが軒を連ねていた。輸入車は、当時の平均的日本人の生活水準からは、極めて高価な存在で、購入するなど思いもつかなかった、当時のカーマニアたちは、カメラか手に散策を楽しんだ。しかし、昭和50年代以降は、オフィスビル化が進み、今は、当時の面影をほとんど残していない。 1966年の住居表示実施に伴う、町長名変更により、赤坂1丁目と赤坂2丁目が誕生し、ため池町は消滅。今日、ため池交差点や東京地下鉄ため池山の駅、都営バス、都営一系統ため池停留所などに名を残している。江戸時代には、町奉行を務めた大岡忠助の屋敷があった。大岡邸内にあった、豊川成は、 現在も残り、東南予家のご利益があるとされ信仰を集めている。戦前には、この F 票、第二旅団司令部、同府票第三連隊があり、軍隊の町であった。1955年に、ラジオ東京、現、東京放送ホールディングスが一月町に局舎を建設した、当初は、テレビ部門のみ入居し、1962年に、 有楽町にあったラジオ部門も赤坂に移転してきた。歴史の項にもあるように、江戸時代以前からの地名、一ぎ一つ目であったが、1966年の住居表示実施に伴う町名変更により赤坂町名と赤坂五町名が誕生し、一月町は消滅した。一ぎ通りに名を残す。歓迎十三年百三十六に家康入国以来、 よく務めを果たしたとして、南天馬町の天馬役三名に褒美として与えられた土地で、はじめは赤坂新天馬町と称し、その後表通りが表天馬町、裏通りが裏天馬町となり、明治五年1872に赤坂表一から四丁目、同四十四年1911に赤坂表町一から四丁目となった。明治時代には、 1.2丁目の東半分の表通りは商店街として賑わい3.4丁目は旧武家屋敷であり観光庁や家族などの邸宅地となった1966年に1丁目が元赤坂1丁目に2丁目が元赤坂1丁目と赤坂4丁目に3丁目が赤坂4.7丁目に4丁目が赤坂8丁目に編入された 赤坂田町は古くは湿地帯で、その後田畑が発達したことから田町と命名された。家康入府以来の公により南天馬町の大馬役に大縄地として賜り、島原の乱の翌1638年に町屋を取り立て、城中の五能の拝見を許され、その際に酒好みを頂戴する特権も許された。1760年、法暦10年には、 荒野の物干し場が設けられ、1817年、文化十年には、床店が見られ、定連客向けの丘場所もできて、人気を集めた。明治時代には一から四丁目、現赤坂三丁目は、赤坂下流会の中心地としてにぎわった。1966年に赤坂戸町一から七丁目が、赤坂一から三丁目に変更された。外堀通りと、 ミスジ通りの間を平行に走る650メートルの通りは赤坂田町通りと旧町名を残して呼ばれ、繁華街として賑わっていたが、1970年代に高級料亭がなくなると荒れた雰囲気となり、暴力団が関係する風俗店や飲食店、韓国系のビル所有者やテナント料院店が入居し、約館通りとも呼ばれるようになった。その後道路整備工事が行われ、 現在は、エスプラナード、赤坂通りという商店街になっている。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。かつて、日本大学第三高校が TBS 赤坂サカスや国際、新赤坂ビル周辺界隈にあったが、1976年に町田に移転、都立赤坂高校は、 赤坂で創立されたが1957年に青山霊園坊の南青山に移転し2009年に平行田。また、外堀通りに面して隣接する長田町には1929年以来都立日比谷高校が所在する。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。